はい、えー、お疲れ様です。9月27日金曜日朝6時の相場解説になります。えっ、ー、と、間もなくですけどもね、日本から材料出ます。8時30分、8時50分、8時50分と3件ありますね。まあ、そこまで大きく私たちの見ているマーケットには影響ないと思うんですけども、14時にも少々ありますので、ちょっと意識しておくといいかもしれないですね。まあ、どちらにしても、テクニカルに影響を与えるほどの大きなものにはならないと思います。で 私たちの暮らしに直接ね、関わるのが、この住宅ローンの変動金利が値上げになりましたよってことですね。大手銀行が0.15%程度なんです。これが10月から始まりますんで、えー、ちょっとね、長期ローンを組んでる方は支払いが増えるということになりますので、またね、生活設計が壊れていくということになると思います。いや、こうやってね、何でもかんでも値上げしてね、で、給料はあの27ヶ月でしたっけ連続で実質、 賃金が下が下っているとで賃上げしてる会社なんて、本当に一部であり、それはね、下請けを泣かして、搾取した分の賃金値上げなんですよね。だから、もうとんでもない世の中が来てると思います。で、本日、総裁選がありますけども、唯一ね、こんな時期にあの利上げをするべきではないとかね、増税するべきではないって言ってるのは、高市あの元総務大臣ですね、はいまあ、この方はね。 女性を売りにのし上がってきてるわけでも何でもなくって、えー、本当に自分の発信と行動によって、ここまで来たというふうにも言えるんですけども、ただね、やっぱり弱がしのところもありますし、何でもかんでも私たちに味方してくれてるわけじゃないのかなと、あくまでも自民党っていう、あの、籠の中でこそ許されてる発言をしてるに過ぎないのかなというところも否めないんですけども、まあそうは言ってもね、自民党総裁選で誰が総裁に決まるかっていうのが、そのまま、 次の総理大臣、日本の勝ち取りが決まるわけですから、うん、まあ、少なくともマしっていう人をね <laughs>、えー、え選んでほしいなと思いますね。はい、すみません、ちょっと話がずれたんですけども、今日はね、このように日本では利上げは一応あるんですよ。利下げはもう多分しないと思います。うん、怒るとしたら利上げの方向ばかりなんですけども、それでもね、円高にならずに今週はドル高になっちゃいましたね。 私はこれだけ材料が揃っていたら、さらにね、えー、テクニカルの動向を見ていったら、130円台、139円台に入ってくれるんじゃないかなと思って、月、火、水と山を張っていたんですけども、全然ドル高になって、何の因果か分かりませんけども、FRB だって利作業するって言ってね、0.5の利作業するって宣言したのに、なんでドル高になるのよって話ですよね。まあ、こうなるとわけわ分かりません。だから余計にテクニカルを使っていかなくちゃいけないってことなんですよ。ファンダメンタルズは当てになんないでしょ。 だから私が今回横ばいの中で下にブレイクするんじゃないかなって考えたのはファンダメンタルを考えたからなんですよねいろんな材料を加味するとこれ円高になるしかないだろうと思ったんですけどもやっぱりね私たちはテクニカルプレイヤーですよテクニカルの形を持って判断しなくてはいけませんというところで今回は今週はこういうふうなレンジを作っていったわけですけどもね下に抜けずに上に抜けた上に抜けた瞬間このポジションで昨日はリハバが取りましたねってことですそして今日はね新しいマーケット こういう風な形で作っていかなくてはいけないのかなっていうところで前回の放送 FX オリガルヒの皆様にはお知らせしました。さらには実体を結ぶとレンジの中にレンジが見えてくるっていうところですね。今日はこの辺りを見ていきましょう。では、日足からまたおさらいしていきますね。まずは日足ですけども、見てください。移動平均線を渡りきって、なんとね、これ、上昇に転ずるかもしれないですよ。うん。 この移動平均線の3本が急速に上昇に向かおうとしているところが分かってきます。4時間に押されて、日足が変化し始めたってことですね。さあ、その1日足を押し上げた4時間、いやーもうかなりのね水準で、セカンダリートレンドを脱走としてますよ。このセカンダリートレンドってのは、メインのトレンドに移り変わる可能性があります。今、大きな山ってのはここにありますけども、この山を越えたらね、 セカンダリートレンドを卒業して、本物のトレンドを作っていくと思います、これに影響されて、デイリーも上の方に引っ張られてるところですね、じゃあ、この4時間足はどこに影響を受けてこうなったのかってことですけども、なんとね、1時間足が横ばいに入る前は上昇してたわけでしょ、この横ばいが下に行けば、4時間も下に行って、1時間足も下に行くっていう流れを見てこれたわけなんですよ、ストーリー通りになったわけなんですけども、私の設定した第2、第3のストーリーリの方が、今回は実現してしまいました。 ということで、今週39週目はね、非常に低い確率だったんですけども、低い確率の方向に動いていたってことでね、いや、相場は何が起こるかわかんないですね。だから、昨日も固執してセルの方に行くんだと思っていたら、昨日の利益はなかったんで、今週は丸坊主ってことになったと思いますけども、なんとか昨日ね、利益を取り戻すことができて、昨日の3つのシナリオのどれかに乗った方は全員利益が確定できたと思います。 昨日の3つのシナリオを無視して、あくまでもセルに固執した方、もう昨日はそんな話はしなかったんですけども、も独自の判断でセルを目指した方ってのは損失を出したかもしれないですね、はい、ですので、月か水目論んでいた方向と違うなと思ったら逆の方向にやっぱりね気持ちを瞬間的に切り替えるクイックレスポンスってやつですね、これが必要な局面だったと思います、そういう意味では39周目、やっぱり難易度が高かったなと思いますね。えそれでは えー、次回の放送まで今しばらくお待ちください。